トナム情報ウィークレス。各地の天気です。ハノイ、ホーチミン市では大気汚染にご注意ください。今日の幸運のヒントです。本日のメニューです。ダナンが無料 SIM のキャンペーン。ベトナムで人気の暗号通貨パイネットワーク WeN インデックスが 1.55% の続落。ハノイのイタリア文化センターでセラミック物展。ダナンが無料 SIM のキャンペーン。これはダナン観光振興センターのエンジョイダナンの一環で、海外からの旅行者に4月から6月まで5万枚の SIM カードがプレゼントされます。配布されるのは1日 2GB と30日間2000分の通話が利用できるビナフォンの SIM カードです。期間中、ダナン空港に到着したらまずは観光案内所へ立ち寄ってみてください。ベトナムで人気の暗号通貨パイネットワークWeN Express が暗号通貨のマイニングに夢中なベトナム人投資家と話題の通貨パイネットワークを紹介しています。100平方メートルの部屋にパソコンを50台並べ、ネット回線もそれぞれ個別のものを接続してマイニングをしていて、月額の経費は16万7000円もかかるそうです。個別のネットワーク回線がある方がより効率的にマイニングができ、10台のパソコンあたり150パイを1日に採掘できます。パイネットワークは暗号通貨取引所に上場していないため評価額は0円ですが、単位あたり数百ドルの評価となる噂が昨年11月頃ネットに上がり、ベトナム人の採掘が急増し、現在はアメリカ、インド、ロシアに次いで世界4位にランクされています。 WeN インデックスが 1.55% の続落。ベトナム株の下落が止まりません。WEN インデックスは 1.55% 下落して 1384.72、 6ヶ月ぶりの安値で終わりました。元会長が逮捕された FLC グループも連日ストップ安の6650ドン 6.99% の下落でした。 W プレス編集部の成績はマイナス8759円。 W テーハー不動産が購入後わずか数週間でマイナス 35%。電力 NT2 と新型コロナ治療薬のメコファーがギリギリプラスで頑張っています。米国株は5月の売りが話題となっていて、ウィープレス編集部株日記は第3次からスタートになりそうな予感がしてきました。ハノイのイタリア文化センターでセラミック物展。4月10日から5月の3日までホアンキエムレイク近くのイタリア文化センターでセラミック物とイタリア文化の散歩展が開催されています。イベントはイタリアとベトナムのつながりと芸術的伝統の類似点に光を当てことを目的としています。作者のブドゥック・チャン氏は生前に12の仏をモチーフにした作品を残しており、今回の展示が初めての公開となります。同市のブドゥック美術館はハノイのホアンキムレイクから南東に 5km の陶芸の村バッチャンにあり、美術館の周りには多くの陶芸店が軒を連ねます。また博物館の新しいウェブサイトも同時に公開されています。記事の URL は動画下の解説をご覧ください。今日のニュースはいかがでしたか？感想やご要望をコメントに入れていただけたら嬉しいです。しんちゃお。